スノーキーこと小手川幸也です。2018年12月、株安ばかりがニュースで流れているんですけども、 5ドル円も暴落しています。そしてカナダドル円も急落しています。で、私の含み損状況を公開したいと思います。ということでですね、私の現在のリピート KFX での運用状況は、その2つの暴落急落している通貨ペアのロングなんですよ。5ドル円とカナダドル円のロングで、合計4万1000通貨。これ、4万1000通貨分持ってるっていうわけじゃなくて、 この分で、えー、稼働しているので、はい、えー、下がれば下がるほど、えー、これが何十万通貨というふうにポジション増えていきます。しかもですね、まあ、値幅設定、だいたい、えー、20銭とか25銭にしているので、まあ、あの、急落すると恐ろしい。 スピードで、含、えー、み損が増えていくわけです。はい。で、えー、まあ、このほとんどがですね、しかも、まあ、2018年11月と、えー、まあ、ドル円のロングに至ってはですね、えー、12月に稼働を始めたもの。12月4日でしたっけね、トラッキングトレードは。なので、まあ、1ヶ月というか、えっ、ー、と、もう営業日で言うと何営業日なんだっていうぐらいの短期間なんですよ。はい。 で、えー、まあ含み損状況を公開するんですけども、まあそんなに飯うまっていうほどではないかもしれません。ちょっとそこ期待しすぎるとあれってなっちゃうんで、先にお伝えしておきます。はい。で、今回はどちらかというと、まあ初心者さん、まあこれから始めようと、えー、思われている方に見ていただきたいです。というのもですね、まあ含み損っていうのはこれぐらい急に膨らむもんなんですよ、と。はい。あとですね、えー、あの、リピート系 FX 初心者、 失敗あるあるとして、そんなに、えー、含み損が、あのー、増えると思っていなかったと。で、びっくりして、損切りしちゃったと。で、損切りした後にですね、反転上昇していて、ああ、損切りしなかったら、利益に変わっていたのにっていうパターンがよくあるみたいなので。はい。ただまあ、戻るか戻らないかは分かりませんよ、為替がね、この後。はい。反転するかどうかは分かりません。ということで、まあ、あのー、直近のチャートを先にご覧いただくんですけど、まあ、 本当にこういうチャートはなかなか見たことないんですよね。えー、窓を開けて、上に窓を開けて、そこからもう、もうほぼ陰線ね。えー、これで 1,2,3,4,5,6A 秒 B 連続陰線で、えー、と、ここが3週間ぐらいなので、3週間で83.8から78なので、5円以上下落しています。 はい。まあ、すごい勢いですね。で、この赤い丸で囲ってるところが私が高値でポジションを持ってるところなので、83.6ぐらいの高値のポジションを持っています。で、この時にですね、あの、週末恒例来週の戦略の動画とかで、いや、82円ぐらいまでは待ちたかったって言っていましたよね。はい。やっぱりこういうのが、ここのやっぱ1円とかの差が後であの、じわじわ来るんですよ。はい。 で、えー、まあ、たここで、まあ、ポジション持っていても、結局は、82.1ぐらいでポジション持ってるので、高値はね。はい、ここで反転して、えー、追尾してということなので。で、週、え、足、ー、で見ると、もうこれ完全に抜けて、えー、っと、多分年初来安値なんですかね。はい、2018年、ここまで来て、つ、え、い、ー、に下げて、そしてですね、えー、まあこの動画投稿時点で、えー、米ドル円の年間値幅を多分抜いたんじゃないんですかね、というところです。はい。 で、えー、カナダドル円もですね、こちらもまあ穏やかなイメージあって、スワップポイントもそれなりに高いということで始めたんですけども、まあ、それをこう見ると高値では始めてないんですけども、これもこっからズルズルズルっと、えー、これも3週間ですね、下がっていきました。八十86円台から。 えー、81円台。うーん、こちらは、えー、5円は行っていませんけども、ということでですね。はい。ということで、含み損公開していくんですけど、まずトラリピー、あー、ごめんなさい、週足ですね。はい。週足はこんな感じで、まあ、ゴードル円のは完全に抜けちゃってたんですけども、まあ、カナダドル円は、カナダドル円はまだ行っていない。ただ、まあまあ、というとこです。ここを抜けると次、まあ、次、ここってなってくるんですけども。で、含み損状況、ループイフダンじゃなくてトラリピトラリピなんですけども、 メンテナンス中でログインできなかったんですよ。トラリピ結構土曜日、あのー、メンテ多いんですよね。これが多分ね、えー、15万円ぐらいだと思います。はい。えー、口座残高は65万弱で、えー、15万円ぐらい。で、えー、ループイフダンが、口座残高、えー、92万いくらで、含み損が30万円。はい。ループイフダンの方は、これ5ドル円1本でやっているので、含み損が大きいです。 まあただ維持率まだえ500切ったところなのでえどうかなというところなんですけどもはいでえトラッキングトレードのこれブロードライトコースという1000通貨コースの方なんですけどもこちらえ15万円です15万枚いくらですよくみぞがでえーまあやっぱりこう違いとしてはトラッキングトレードの方はえーっと5ドル円2000通貨カナダドル円1000通貨という割合で合計は3000通貨なんですけどもあの5ドル円の比率が高い っていうのと、えー、あとはですね5ドル円のあのー、値幅っていうのをこう設定できるんですけども25銭にしたんですよルーピー普段20銭まあそこの差で結構まあついてるのかなとあとルーピー普段ねちょっと高値で持ってるポジション処理できていないものあったのでまあ、そこらも後々、えー、あとあとはい、えーまあ、ここに変わってきているということはですね 高値で持って、持ってしまっているポジションっていうのはどこかでやっぱり処理した方がいいのかなっていうところですね。で、維持率見るともう全然違いますよね。はい。で、えー、その2ということで、えー、もう一つ最後の講座は、えー、ブロードコースという1万通貨コースです。トラッキングトレードの。ちょっとこちら講座なんだかまあ公開していないんですけども、まあまあ、まあブロードコースの10倍ぐらいと思ってください。はい。えー、こちら191万円ということで。 はいえー、これもまああのー、ブロードライトコースとよく似た感じで、えー、5ドル円とカナダドル円に分けてやっています。はい、で、えー、これらを合計しますと、えー、252万7203円ぐらいです。ちょっとトラリピ見,えな見れなかったんで。でまああのー、2018年9月にですね含み損500万円耐えきれずという動画あげました。 あの時は含み損が500万円に行っちゃったので、もう耐えきれなくて売買システム停止しましたよっていう動画だったんですよ。止めた。ね、止めたっていう動画だったんですよ。ところが、ま、11月ぐらいにはこれ結構解消されたので、今またこれ稼働できているわけなんですよね。ということは逆に考えると、500万円まで膨らんでも、その後また、え反転すれば、はい、結構、あの、ま、耐えることができるっていうことなんですよ。で、今回はですね、 まあ本当12月4日とかに動かしたやつで、これもう200万円ぐらいの含み損になっちゃってるんで、まあかなりレアケースです。始めたタイミングが悪かった方は本当にいきなりね、こんな状況になってびっくりしているかと思うんですけども、まあ要は、えー、どれぐらいの下落を想定しているかっていうとこなんですよ。私の場合は、えー、今だいたい10円ぐらいの下落に耐えられる設定に、まあ変えたんですよね。この、えー、今年の11月、12月に。 ループ普段なんんかもちょこっっといじったんですよそろそろ動きどう動きそうだなっていうのがあったんではいなんで、えー、まあ、どこまで取ってるかで10円で今だいたい5円ぐらい来てるんですよ想定の5円から6円ぐらいまでなので、えー、今まで動いた分のさらに同じぐらい動くとまあ、自動損切りが始まるどうこうっていうのとあとまあ今回きついのはですねこれ 一本上司に下げていったんで、まあ、揉み合いで利益積み上げながら下がっていっただったら稼いでいる時あるんですけども、ほぼね、ロングなんで稼げてないんですよね。それがやっぱり今回ちょっと痛いなっていうところです。はい。ということで、まあ、この動画の URL とかを、えー、この動画概要欄に貼っておきたいと思います。まあ、あのー、こういった面もあるっていうことを知りつつ、えー、リピート KFX というのを、まあ、運用、はいえー、されるといいかなと思って、私のまあ、こう、失敗。 パイ団ではないんですけども、も苦しい状況っていうのをお伝えしました。最後までご覧いただきありがとうございました。